名前は佐藤七海、14歳の中学生だ。私は今、神奈川県に住んでいるんだけど、この度、関西のとある地方都市に転勤になった。ああ、また段ボールに荷物詰めなきゃ、毎回大変だよ。うちはお父さんの仕事の都合で、転勤族なので引っ越しが頻繁にある。今度はどんなところに住むのか、ちょっとドキドキだ。うわあ、すっごい田舎。田んぼとか久しぶりに見たかも。見渡す限り、田んぼ、田んぼ。 あちこちが緑で覆われていて、空気は綺麗そうだった。明日から私も田辺川東中学校。友達できるといいな私は明日から行く新しい学校のことを思いながらベッドへ入った。ワクワクするけど、不安でもある。今日からお世話になります。佐藤七海と言います。神奈川から来ました。へえ、なんか都会の子って感じやね。あ、これうちの学校の教科書やで。隣の席の川田水木ちゃんという子は、とても親切だった。 ありがとう。見せてもらうね。ええよー。あ、今日の給食はブラックバスや。何それ。あ、県外の人は知らんか。外来種のお魚でな、めっちゃでかいねん。へえ、そうなんだ。数が増えすぎてしもたから食べるようになったんやで。え、元々は食べないのせやねん。元は食べへんかった魚やけどな。へえ、まあ、いただきます。 いけるねんなこれの,のみちゃん、一緒に帰ろう。まだ部活決めてへんやろ。うん、帰ろう。私はテニス部入りたいんだけど、前の学校じゃ全然ダメでさ。多分、テニス部のみんなも仲良くしてくれるって、気にせんときうん。なあ、ちょっと暑いし、そこのコンビニ寄らへんいいね。アイスでも買おうあったあった、これや。それ、見たことないな これ、関西限定なんかな三種類の味が楽しめる、王将アイスやで。へぇ、初めて見た。これが美味しいね。ちょっと食べてみー。わあ、美味しいね。これ、関西限定なんじゃないほんまや。これ、関西の会社のやつやん。アイス一つ,、ね、つでも地域によって違うんだね。あ、私の家ここなんだ。そうなんや。また明日もよろしくね。 じゃあ、バイバイ。バイバイ。それから、私はお母さんと買い物に行きました。今日の晩ご飯は何だろうん何この赤いのって、こんにゃくそこには、大ー赤こんにゃくと書いてありました。こんな真っ赤なこんにゃく、見たことない。これが赤こんにゃくか。なんか辛そうな色してるけど。あれ普通の味だ。 お母さんがお隣さんに教わったレシピで、こんにゃくの煮物を作ってくれましたが、七味をかけたので、ピリ辛のだけであって、こんにゃく自体は普通のものでした。神奈川にはこういうのなかったし、新鮮な感じー。うーん、虫の鳴き声がすごい。その日の晩、眠ろうとしたらものすごいカエルの鳴き声と、コオロギの鳴き声で眠れませんでした。田舎は静かだって言った人、絶対嘘つきだ。これで少しはうるさくないかな。 しばらくすると寝ることができましたが、これが夏中続くと思うとやってられません。そういや、もうすぐ夏休みやな。転校してきたばっかだけど、もう夏休みか。地蔵盆が楽しみやわ。何それ。え、関東ってんや少なくとも神奈川にはなかったよ。子供のためのお祭りでな。お菓子とかめっちゃもらえんねん。へえ、楽しみー。来月あたりになったら、 地蔵盆用に段ボールでお菓子が買えんねん。みんな買うのそうやな地域の子供に配るためにどの家も買うと思うで。へえ、面白そう。それから学校が終わって夏休みに入りました。私は水きちゃんと同じ町内に住んでいますが、地蔵盆の日、水きちゃんの家のガレージで集まると聞いて行くことにしました。こんばんは。よう来たなすごい人が集まってるね。何 うちの町内で来れる人だけやけど、20人くらいかな。そんなにほら、お寿司とかもあるし、たくさん食べてや。わー、いっぱいあるね。ありがとう。いただきます。こうやって、出前を取ったりするのが普通やねんな。みんなで集まるのって楽しいね。初めて参加したシーツ安心って感じ。せやろ結構盛り上がるで。カラオケ大会もあるしな。えカラオケまでやるのじゃあ、うち一曲歌うわ。 周りのおじさんたちから歓声が湧き、みずきちゃんは歌を歌うい始めた。結構うまくてびっくりした。聞けば合唱部なのだそうだ。知らなかった。これが前に言ってたお菓子やで。うわーすっごい量あるね。町内の大人たちがみんな買ってくれるからな。感謝しなきゃだね。ありがとう。そこにはよく見るポテトチップスやエビセンなどがたくさんあった。お菓子だとかぶるので、ジュースを用意してくれているおばさんもいたので、ありがたかった。 てんのああ、お菓子がたくさんあるから、こうやって洗濯箱に入れんねん。確かに、持って帰るの大変だもんね。やろう、だからみんなカゴ持ってくんねんな。うちも来年から持ってこようかな。そしたら、ななみちゃんも関西人の仲間入りやな。そうだね。私も早く関西人になりたいな。そのうちすぐに関西弁うずるで。習得できるように頑張るよ。 こうして私は徐々に関西に馴染んでいった。地方の風習も色々教わって、今ではすっかり地元の人になっている。でも、また引っ越すのかなと思うと少し悲しくなる。今はこのまま関西で楽しんでいこう。